来ました、お弁当。あ、すいません、ありがとうございます。どうしようかな、朝5時から安いお弁当、結構ね値段もね安いですね。おすすめってありますかね。おすすめ、売れ筋は一番人気はこれとこれです。あ、お寿司と、あ、寿司ってかイカサラダ巻き、あ、イカサラダ巻きとフォアが一番人気。おなんか替え玉したいぐらいのなんかしっかりした味です。甘系というよりかはどちらかというとあのなんていうんですかね、おつゆ、しっかりした味です。なんかお弁当と一緒に、まあ、食べたい、まあ、味噌汁じゃないですけど、なんかそれ、それ、それに近いようなね感じですね。で今日はね自販機をご紹介しました。何度かね来たことあるんですけども、まあ、最近ねどんな感じなのかなと思って今日来たんですけど、まあ、大体この機械ね1986年にあのここに設置されたそうですね。だからもう36年、もうちょっとしたらもう40年近くで動く、このうどん自販機でも結構ねちょこちょこね不良とかね接触が悪かったりとか動かなかったりするそうなんで、待ったりするのちょっと不安だなとか思ったりすると、引き続きねこういう感じで
残していただきたいなと思います。うどんもねやはりねお弁当屋さんだけあってお弁当とうどんを一緒にね食べたくなるようなねうどんでしたね。結構本当に出汁も効いてて甘めってよりかはどちらかというと、ね、なんていうんですかね結構味がしっかりしててですね。ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。